どうもです。テゲポン TV です。本日は手根管症候群について解説します。手根管症候群は手が痺れる疾患で、日常診療で非常によく見かけます。痺れの範囲は人差し指、中指を中心に、親指、薬指にも痺れが出ます。薬指は中指側半分は痺れても、小指側半分は痺れません。小指も痺れません。痺れの範囲は診断の際に重要です。痺れは明け方に強くなり、手を振ると楽になります。ひどくなってくると、親指の付け根の筋肉の母子球が痩せてきて、縫い物やボタン掛けなどの細かい作業が難しくなります。図のような OK サインができにくくなります。手根管症候群は、手根管というトンネル内で、正中神経が圧迫されて生じる病態です。手根管は図の矢印の部分で、正中神経と屈筋腱が通っています。手根管の手のひら側は、横手根靭帯という靭帯で構成されています。横手根靭帯が飛行したり、腱が腫れたりすることで、正中神経が圧迫されることが手根管症候群の病態です。手根管症候群の原因は不明ですが、女性に圧倒的に多く、およそ8割が女性です。妊娠、出産や閉経に伴うことも多く、骨折や手をよく使う人もなりやすいです。手根管症候群の検査には、手首の手根管の部分を叩くと痛みが指先に響くかどうか確認する検査があります。響く場合は、ティネル用聴講が陽性で、手根管症候群の診断の根拠の一つになります。また、手首を掌屈させて、しばらくすると、痺れが増えるかどうか確認する検査があります。ファーレンテストと言います。痺れが増えてくれば、手根管症候群の診断の根拠の一つになります。この二つの検査は、主観的な検査です。患者さんが痛いとか痺れるとか言えば、それで陽性になってしまいます。客観的な検査として神経伝導検査があります。この検査の正中神経の週末線時の値が大きければ、手根管症候群の診断の根拠になります。また、頚椎が原因で手が痺れるケースがあり、それを除外するために頚椎のレントゲン撮影を行うこともあります。治療法は手の使いすぎをやめることが一番簡単ですが、効果も小さい方法です。安静を保つことも有効ですが、効果は小さいです。他には、ビタミン B12 や消炎鎮痛剤の飲み薬を服用する方法もあります。手根管の部分にステロイドの注射を受ける治療法もあります。それでも治らなければ、手術で横手根靭帯を切離して、正中神経の圧迫を取り除きます。母子球の萎縮がひどいケースでは、母子の動きを改善するために、対立再建術という手術を併用することもあります。これは母子の動きを改善するために、別の腱を移行させる手術です。移行腱としましては、長小筋腱や薬指の旋枝屈筋腱等が用いられます。私の印象としましては、長小筋腱を用いる方が犠牲は小さいが効果も小さいと感じています。薬指の旋枝屈筋腱を移行する際に、私はプーリーとして擬音管を用いています。このあたりの話は非常にマニアックなので、理解できなくても問題ありません。詳しくは、手外科専門医にご相談ください。いかがでしたでしょうか。手のしびれがある方は、一度手外科が専門の医師の診察を受けられることをお勧めします。テゲポン TV では、手外科に関する情報を発信しています。新しい動画が出た時の通知が届くよう、チャンネル登録お願いします。